道谷誠一郎道谷誠一郎6月13日から1942年3月28日は経済学者、専修大学総長、衆議院議員、貴族院議員、農商務官僚、道谷人の長男として東京市に生まれる。1915年、京都帝国大学法科大学政治科を卒業。1922年より、 久原工業株式会社参事を務め、また、先週大学、日本大学、中央大学で講師として統計学、経済学、労働問題などを講義した。1923年、久原工業を退社して、帝都復興院参事に任命された。翌年には、東京市の主事となり、1929年に、辞職するまでの間、統計課長、文書課長、 電気局労働課長を歴任した。1928年に専修大学の評議員となり、翌年には教授、常務理事となった。経済学部長を経て、1939年には学長に選出され、1941年には総長に選出された。その間、1937年に東京市会議員選挙に当選し、資産次会員にも選ばれた。 直後の第20回衆議院議員総選挙でも当選を果たした。その他に第日本体育協会理事、日本カヌー協会会長なども務めた。ありがとうございます。